嬉しすぎてちっちゃくなっちゃった。対抗調出たからもう出てねえよお前、ガーシーだぞ。ということでやっていきましょう。今日は何ですか、カナさん。ポンタと巡る港未来ツアー。よっしゃー。バレるつ時計よもう。おい、あ、来た。お、すごい奇跡。すごいよほら、あそこにちょうど座ったっていうね。ということで今日はね、これですよ。イクイノックスです、これは。あの、もうご存知だ。知ってるだろ、これはもう。有馬記念を勝ったイクイノックスの優勝記念品。これだったら大丈夫？開けていきたいと思います。金吉さん。はい。開けるよ。よろしくお願いします。よし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 。よしさあさあさあ取って。金吉。え？金吉何にも言わない。いや、何にも、なんか人が言ったらこうしようと思ったんですけど、そうそうそう、何も言ってくれない。お願いしますよ。チームエクイノックス。おー、ほんとだ。あ、もうなんかチームに入ったんですか。顔には穴開いてるね。すげーぴったり入ってるんだよ。そう、このぴったり入れるのはね、お金かかるんですよ、結構。そうそうそう、もう一個ある。あれ、とりあえず1個、はい、そうそう、だからこれ5口だからやっぱ5個振るやつね、はい、で、これが、段ボールにも小口数が書いてあるんです。そうそうそう、2分の2って書いてあるでしょ、はい、もう1個あるんですよ。もうちょっと一回り大きい段ボール失礼いたしました。っていうことはこれが3つ入ってるやつ、段ボールも小林さん家にあるってことね。そうそうそう、ということで、あのさ、めっちゃ早いやん開けるもう1回やるか、うん、そうですね。おー、すごい。こうね、厚みもこれぐらい、うん、あって、これ何センチぐらいですかね。まあ、ざっと10センチぐらいですかね。これそんなにあるんだ。じゃあ、落ちてますけどね。はい、開けていってみましょうか。金さん、お願いします。開けちゃう。いけます。はい、じゃあ、ドーン。おー、まずなんか箱にも書いてある。箱に何か書いてある。はい、読んでください。チームイクイノックス、はい、第67回有馬記念 G1 優勝、相撲のなんか表彰状読むみたいな。年度代表馬おめでとう、受賞おめでとうございました。イクイノックスは日本を代表する一頭として次なる挑戦を走り出します。おお、凱旋門賞行くってことね。やめろ、趣旨会の皆様と思いを一つに。おお、なんかこういうの今までなかったね。そうですね、ちょっと新しいパターンじゃないですか。はい、これは彼は漆黒の北山ブラックを父に持ち、純白のシャトーブランシュを母とする血統の持ち主なので、白となのでそうですね、はい、イクイノックスという名前がついたということなんですけどね、書いてあったね。ああ、昼と夜の長さがほぼ等しくなるという意味が名の由来とされている、素晴らしい血統を受け継ぎ、彗星のごとく現れたイクイノックスはまさに生命感あふれる光のような存在だろう。威風堂々、何これ、三千とその存在感を見せつけ輝き続けてほしい。チームイクイノックスグラフィック担当、あ、佐藤さん、有名な人、ヘルベチカデザイン株式会社代表としてもらいます。ああ、例のね。そうそうそう。ヘルベチカデザインさんが担当されたデザインってことですよね。うん、何が入っているのか。いろいろあるんですなんかセットになってますね。まず、まあ、分かりやすいやつから。分かりやすい。はい。コバさんの大好きな野球帽ですね。やったねー。これすごいじゃん。ここなんかこれ、ルメールのサインも入ってるじゃん。そうですね。これルメールのサイン？で、メイルですもんね、サイン。G メールとかじゃなくて、ルメール？おー、シルクレーシング。いや、木村さん。ステンプ。おつなファン。なるほどね。あ、で、正面にね。正面にそう。これ、アキラさんが、頑張りますと。これ、ツアウトね、ツアウト。もうちょっと、これ、クッと下げてもらっていいですか。あー、でもいいよね。こういう感じ。はいはいはい。で、正面向いて、なるほど。はい、こういう風に、なりますと。あの帽子がアクロリンパと。はい、じゃあ、はい、2つ目いきますか。ここなんか下、ちょっと下そんな人あります。あ、それはあれなの。あ、ちょっといろいろあるな。小林さん、これドバイ持ってかないとね。持ってかないとね、これ。あ、そういうことじゃない。お前、これドバイでこれを持って応援しろよっていう、その振り方通販番組を彷彿とさせる表情だよねじゃ、これ持ってった方がいいね。じゃあ、そうですね、子供に被らせようかな。絶対ビリビリになるよねなんかついて開けたらあれみたいな。紙だもんだって。はい、それ何、なんかコップ臭いよね。重さはどうですか。しかしさ、そっちで取って、なんかこの辺のさ、汚いあんたのなんかコーヒーとかノートとかなんかいろいろ映るんだよ。重さはどうですか。重さはね、そのグラスっぽい、うん、67g ぐらい。オープン。
あ、タンブラーだよ、タンブラー、ね、あ、これいいね。おー、なるほど。サーモスじゃないですか、ちゃんと。本当だ。ねえ、これいいね。金かかってんね。ねえ、いくらなんだろう、これ。いやー、また、また来月、後ほど来月上がりますね。そっちの方が楽しみだな、これ。イクイノックスのすごいなタンブラー、うん、マナさん、ちょっとカッコつけて、それタンブラーを。本当にかかっちゃう、買い取るやん、なんかを。60年ものだね。60年もの。ありがとうございます。茶番ありがとうございます。タンブラーがある。説明書もあるよ。説明書ね。説明書。はい、はい、これ最後でもないのか。まだあるんだ。まだあるんです。まだあるんです。ああ、なるほど。なるほど。これは、これは、うん、あ、やっぱチームイクイノックス。マフラーね。今回考えられてるね、いろいろ。そうですね。ね。あ、すごい。なんか応援セット一式みたいな。あ、もう、凱旋門賞用だね。いや、ほんとそうですね。ドバイに行くんだよ。あ、これいいじゃん。これで、はい、こうして。そうそうそう、それですよ。かぶって。かぶって。そうそうそう。で、これでビール飲む。そうそうそう、ビール。クロックス頑張れーって。そんな余裕あるんですかね。なるほど。そうだね。そういうことですね。で、ラスト下はもうない。で、最後は最後はいつものあれですか、ね、いつものクローカーの写真集。そうだね。あ、これはもうね、かっこいいやつやん。はい。あー、ありましたね。ね、目がもうそう、こっち側が大きいんですよね。ギョッとしてレース中ね。そうなの、この顔。あー、ね、いいですね。しゃくれてますね、今回もね。勝ちました。あー、これ、なんて言ってますか。一番。ブラボーじゃねえの。あー、ブラボー。二度あることは三度あります。僕にとってクリスマスの日は、2005年にハーツくらいでこのレースを勝ち、2016年は里のダイヤモンドで勝ってますから、今日も本当に嬉しく思います。今回はすごくいいスタートを切りましたが、前の方に、なり、これそうだね、サイン。ああ、うん、本当だ。ああ、そうですね。そうそうそう、はい。はい。それでね、皆さんの顔をじゃあちょっと映しますね。はい。で、クゴカードが、あ、これテレホンカードじゃないんだ。テレホンカードとかもないから。あ、ないの。ポケベル打たないから。オレンジカードじゃないんですね。オレンジカードで誰が JR 乗んねん。国鉄やそれはもう。ということで。似合わない。俺ほんと帽子似合わないですよね。白は特にあれですか。なんだよ、白は特に似合わないって言った今。白は特にって言ったら白は特に似合わないねえ、それだってさ、似合わないっていう話をした後に白は特にってさ、強調するのはもう似合わないでしょ、かかるのは。白は特にそうですね。もうアキラにも悪口言われた、ほんとに。だってアキラが悪口言うなんか今多分初めてだよ。本当はいつも言いたいですよ、きっと。帽子に似合わないって。シャフリアールの時も思った。シャフリアールのね、かっこよかったですよね。今回いいと思うよ、本当に。これすごいですね。ね。いや、なんかクボカードもすごいいいですよ。今日、はい、金曜日なんですよ、はい、24日の金曜日。今日行くんですよ、ドバイに。この後、この後行くの。この後行くの。ドバイに飛びます。どこに飛びます。そう、これだからちょうどこれ今開けて、うん、これ持ってさ、あ、応援でそのまま飛ぶんだよ。じゃあそのまま行けるねもんね。そう、だからもうそのまま行きますわ。もうこれで行きますわ。これ首に巻いて、もういいっすよね。あのキャリーケースとか持たなくて。あ、持たなくて。これだけじゃないです、これだけ、うん、はい、これパスポートこれでいいです。あー、僕チーム行くのくさなんでーって。あー、飛行機乗れねえぞ。支払いこれでっつって。そうですね。まあ5万円以上ありますもんね。あるあるある。500万もちろんですよ。500万入って500万円これでっつって。あと小松さんクラスだったらもう顔パスですもん、ね、当たり前じゃないですか。まあ、ガチですか、ね、うん、逮捕や。顔パス逆や。あの、これに、あの、機内食。あ、そうそう。あ、ここにビール注いでくれる。お前も唾入ったな。あ、でもこれは本当ね、いい。かっこいいよね、いいよ、これ、うん、これは本当にいいと思います。いいっすね、はい、これを視聴者の方にあげません。あ、あげないんですか。あげません、あげません。5名限定ですからね。そうですね。あ、じゃあ金貝さん、当たるかどうか引いてもらっていいですか。何が言ったら当たりなんですか。わかんないです。わかんない。
じゃないですか。おおシルバー、あシルバーだ。シルバーは、近藤明の切手を差し上げます。前の天皇賞の時は結構なんか視聴者さんとかにこれプレゼントしたんですけど、はい、今回はこれ2個あるから1個ずつ2人にあげるよ。はい、いやー、マジで？マジで、マジで、はい、これど、まあ、ちょっと1個あげちゃったけど、もう1個新品。マジですか？本当だ。すいません、ありがとうございます。本当ありがとうございます。いや、違う、アキラ、これポンタだ。あ、これ違う。違うんだよ、これ。あ、そうそう、これ。あ、あと、もうこれ自己責任。じゃあ、自宅で必ず来て、はい、応援します。あ、お願いします。はい、しますよ。ちゃんと動画送ってくださいよ。いや、またあのね、大変なことになっちゃう。ということで、今回はあの2人にちょっともうプレゼントというか、いつもね、ありがとうございます。ありがとうございます。やったー。はい。持って帰るのが嫌だっていうのがね、ありありと出てますね。さきらさん、後で届けて。それいいね。でもね、この箱もこれオリジナルですからね、ぜひこのまま持って帰ってくださいね。はい、靴でも入ってそうな。そうそう、ね、確かに確かに。靴みたいなサイズの。そうですね。ね、俺実はもうツイッターでなんか誰かが上げてるの見ちゃったんだけど。あ、そうでしたね。そうだから、あ、ただこれが並んでるところを見たんだけど、でもこれサーモスは分かんなかったな。デザインかっこいい、かっこいいっす。佐藤さんかっこいいっす。これ今回は、素敵なイクイノックスの、チームイクイノックスのね、はい、これ来月ぐらいですか、いくらだったのでしょうかってやつ。ああ、そうですね、来月のまたあの明細が来たんで、今回は関係者部はねないと思います。これ配らないでしょ。さすがにそうです。いい出来だから関係者分の数もちょっと増やしてたりとかね。高そうだね、なんかね。視力の負担もちょっと多いじゃないですか。ああ、そういうことね。そこは楽しみじゃない。どれくらい、ね、うん、だってさ、ここにさ名前書いてあったよな。あ、そうですね。視力レーシングどうのこうのみたいな。これなんか丁寧に止めるやん、こういう時だけ。自分のもんになった時だけ。チームイクイノックス有限会社視力レーシング代表取締役。そりゃ米本さん金払ってるよね、これ刻まれてますからね。はい、代表だ、代表者としてね、そうね、うん、グラフィック担当の佐藤哲也さん、うん、木村さんと同じ名前ですね。ね、くしくも、くしくも、はい、なんぼほど勉強してくれてるんでしょうね、これ ね、 ね、ここに名前刻まれてますからね。楽しみです、明細が。うん、まあ、そちらも楽しみにしてもらって、うん、まあ、今週はすいません、なのでちょっとあのあれはないです。クラブ場の勝ち上がりレビューが、あ、そうか、これそのまま明日からこうかぶって応援いけるんで、マジで、はい、ぜひ明日、イクイノックス、そしてウィンカーネリアンもともども、うん、いや、というか日本版はね、みんなで応援して馬券も買ってよろしくお願いします。ドリンクヘルメットならぬドリンクイクイノックス、だからドリンクヘルメットの下にこれ被っとけばこぼれても大丈夫。そうだよ、いや、あれね、えらいもんでここからこぼれるんですよ。誰か、そうそうか、そうか、いいですね、あるね、あ、大丈夫だ、はい、今回は安心ですね。ということでチームイクイノックス、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今回はでもすごくいいものだと思ったので、うん、値段が楽しみだなって。いや、そっちです。そう、明細欲しいですね。これがいくらでとか。そうだよね。これいくらだろうね。ね、いくらなんだろうね。モアにはいつもすごく満足してるんですよ。ただ運用方法ね。そう、運用方法です。そこ。早速あの今週の BS11 でシルクレーションさんからとか言われてたらちょっとふざけんな、これは出すなよみたいな。せめてあのあっちのクオカードにしとけば、グレード2の方に。ほんと、さすが有馬記念ですね、これは。あ、そうだね、うん、年度代表馬でみたいな。帽子が白で箱は真っ黒っていうのはこのイクイノックスの白。え、でもやっぱそうなんじゃない、この白と、うん、帽子もね白と黒なんで、ね、やっぱそういうことなんじゃないですかね、うん、汚れますね。ということで、はい、今日の動画がちょっとでも面白かったらぜひあのリッツカールトン沖縄の動画がね、うん、昨日出たのよ、はい、出てチャンネル登録者がバーって減った。こんなの見たかったわけじゃねえ。そう、ね、でもだからイクイノックスだよ。イクイノックス出しただろ、だからイクイノックスで登録してくれたんだもんな、あのイクイノックスの真実の収支みたいなやつで、勝つとこういうのもらえますよ。そうだから百中村氏がこれ夢ありますよ、うん、はい、夢ありますよ。あ、今上地先生の前です。夢ありますよ。夢ありますよ。します、します。もう一回登録してください。二回押してください。そうします。いや、解除です。つまり解除。そうか、四回ね、解除や。あ、解除か。やっぱり解除。せめて一回押してください。お願いします。もう登録してる人押さないでそっとしてるね。そうですね、一回押しちゃったの。そうそう、さよなら。じゃあよろしく、応援よろしく。
ドバイで白黒つけてやる。イクイノックスだけね。